アルコ&ピースのオールナイトニッポン元気いっぱい酒井ちゃんててててし、このコーナーでは番組が後半に差し掛かって急に元気がなくなって子供っぽくなってしまうアルコ&ピースの酒井ちゃんが元気になるようなメールを紹介していきます。元気が欲しい、元気欲しい、元気が2週連続元気が欲しい。今日あんまり時間ないから早く元気になってもらわないとね。トレンドに入れ、トレンドに入れ、元気いっぱい酒井ちゃん、行くよ、行くよ。元気なの？元気ならやめるよ。元気が欲しいよ、スズヒラコちゃん。じゃあ行くよ。ひらこちゃん？なるそれ。プロデューサーみたいな。元気欲しいよ。ラジオネーム、関口優と。酒井ちゃん、めっちゃ安いジャズの CD、どうせ買っても聞かないでしょ。やめときな。安くて名盤もあんじゃねえかな。本当にそうだな。掘り出し物とかあんじゃねえかな。これ元気だ。掘り出し物買ってさ、元気になりてえよ。お金がない。いや、安いやつ作ったじゃん。元気欲しい。元気欲しい、まだダメ？元気が欲しい。安いやつ。元気くれ。行くよ。元気欲しい。じゃあ行くよ。ラジオネーム、おもちもちもちももち。もち。酒井ちゃん。酒井ちゃんのためだけに、コナミさんが、ウイレ2048を作ってくれたよ。すげえ。48って、48って何年後だ？車は空を飛んでるのだろうか。ガソリン以外の燃料が存在してるのだろうか。考えるだけで、酒井ちゃんはワクワクが止まらない、元気いっぱい酒井ちゃんである。元気になったの？元気になった。本当？未来のことを考えることは酒井ちゃん好きなのである。あれ、誰っす？非常にですね、え、誰だ、ストライクゾーンがですね、非常に低くてですね、元気いっぱい酒井ちゃんなんですね。かけふちゃん、元気いっぱいかけふちゃん。海外に行く。